皆さん、こんにちは。今回はね、裁判で控訴する方法っていうのを説明いたします。皆さんね、裁判で控訴する機会なんてないと思うんでね。まず、控訴って何かっていうと、地方裁判所が判決を出すと、それに対してね、不服がある場合は控訴というのができます。で、不服がある場合っていうのは、まあ、つまりはね、自分にとって不利な判決が出たっていう場合に、控訴ができるっていうわけです。で、これね、控訴状っていうのを提出するんですね。で、宛先は、東京高等裁判所、まあ、東京地裁で判決が出たので、次に裁判するのは東京高裁なんで、東京高等裁判所本中っていうふうに書くんですけども、ただ、この控訴状自体は地方裁判所に出すんですよね。で、その地方裁判所から高裁の方に書類が送られるっていうことになります。で、原則としてね、2つ出します。片方が正本、もう片方が副本です。ただ、相手のね、当事者の数が多い場合は、その数に応じて用意するんですけどね。今回の場合200何十人っているんで、これどうしたらいいのかなと思ったんだけども、そのあたりはね、どうも融通が効くみたいで、向こう弁護士がついてるから、まあ多分一通副本があればいいんじゃないかなみたいなことを書記官の人が言ってたので、とりあえず一通出すということですね。で、正本の方にはね、手数料を払わないといけないんですね。で、手数料っていうのはどんな風に決まるかっていうと、まあここに原判決の表示とかね、いろいろ書いてあるんですけども、その中に、訴訟物の価格っていうのがあるんですね。これ、実際裁判っていうのはお金払えとか、まあそういうことなんで、それについてその金額というものを計算してですね、その金額に応じて手数料が決まるっていうわけです。で、その一覧表っていうのが裁判所のウェブサイトを見ればわかるんですね。で、この裁判の場合、この訴額っていうのは650万いくらでしたっけ？まあそのくらいの金額の場合はね、裁判所の表を見ると5万7千円ってあるんですね。だからこの裁判の、この手数料っていうのは5万7千円なわけです。まあこう何百人も参加してるような裁判で高いのか安いのかっていうとまあいろいろ評価が分かれると思うんですけど。で、この正本の方にですね、副本は何もしなくていいんだけど、正本の方はこうやってね、郵便局で買ったこの5万7千円の収入印紙を貼ると。こんな風にね、貼っていきます。もう一つ、ここに貼っとこうかな。こんな風に収入印紙を貼って、で、あとはまあ印鑑をしてあるんでね、もうこれで控訴状できました。これが正本、これが副本。で、これをですね、ここにね、青いレターパックが用意してあるので、これに入れて、まあ宛先、裁判所の、地方裁判所の窓口の名前書いて、それで、郵便ポストにコロンと入れるっていうことになるわけです。簡単ですよね。この青いレターパックをこのね郵便局のポストにゴロンと入れればこれで控訴が完了ですね。はい、これで控訴の手続きができました。あとはあのレターパックは速達扱いなんで多分明日には届きますね。